えー、こんにちは、塾のでございます大体いい YouTube 活動も1年ぐらい続けると大きく明暗が分かれてきて1年以上 YouTube やってるのに、まあ、全然ね YouTube から収益が取り出せない人っていうのはいるわけですよ残念ながら一番モチベーションが高いのがこのスタート時なんですよねですんで1年目で何ともならなかった人っていうのはおそらく2年目以降やったりやらなかったり儲かるわけないやっていう風な先入観ができたりすると思うんですよやっぱり自分はダメだったみたいなね うん、まあでも YouTube 活動ってそんなに難しいことじゃなくてスマホの録画ボタンを押したら終わりですからねで自分が使う24時間のどっかを切り裂くわけではなくて言ってみればね録画ボタンを押してあとはカメラに向かって喋ろうが喋らないがどうでもいいわけですよとにかく何か記録は残せるわけなんですよね食事をしているところラーメンを食べているところ、まあ、トイレに行ってたってそこから実況する人いますからねこれでねちょっとね URL はつけておけないんですけども、まあ、あるね 方がねトイレから実況してるんですけどもこれもね再生数なんか40万回とか50万回とかなんか連発してるのがあるんですよ、うん、まあトイレばっかりではないんですけども私もね風呂場からよくね放送してましたけどもね <laughs> お風呂に入ってる時って流れってのがあんんまりないんですよねお風呂に浸かってうーってやってる時ですからその5分10分をまあトークしてもいいわけですしただ流しておくだけでもいいんですよ、まあ、実はねこういったことの積み重ねができるかどうかなんですよね そしてだんだんとアップロードすることが習慣化してきたらテーマを絞ってやっていくことになります実はテーマを絞った方が放送はしやすいですテーマを絞らないからネタが思いつかないんですけどもテーマを絞ると非常にねネタっていうのはね見つかりやすくなってきますしそのネタに対して同じネタに対してまあフィードバックが起きてきやすくなるんですよ、まあ、ですんでそのフィードバックに対しても返信がしやすくなるということでございますまあでもね最初にフィードバックがなかなか見込めない方 そういった方に私はねある方とある方の A さん B さんのアクセスのまだ取れてない方同士の,あの動画のキャッチボールをしたらいいんじゃないかなっていうことを提案するんですよそうすると非常に続きやすいんですけどもでもこれも続かない方がいらっしゃるんですよねうんやっぱりこういうふうに時間を大切にすることもそうですしうんなんかね そのコメントを大切にしていくってことも YouTuber としては不可欠なのかなともちろんコメントが日々何百件も入るようになるととてもじゃないけどもねもう返信はできなくなりますけどもアクセスが低いうちにはできるわけなんですよ自分宛のメッセージ自分宛の動画が1日に1本か2本来るか来ないかなっていう段階でしたらこれは細かく丁寧にやることができるんでねそこで、えー、実際自分の YouTuber としての立ち位置が取れる方と取れない方っていうのは分かれてくるんですね でですんでね私は思うんですけどもその初速が最大速ってことを、ね、YouTube でも忘れちゃいけないなと思います全てのことはそうなんですけども一番モチベーションが高い状態って多分商品を購入したり人と人と出会ったりとかねそういった始めの時なんですよでだんだん普段のサラリーマン仕事でもバイトでも慣れてきてでだんだん初心を忘れるんですよねだから初心を忘れるべからずって言葉があるのになぜかねそのネットビジネスっていうのは誰かに監視されてるわけではないってところもありまして やっぱ人っていうのは言われななないいととででき人がほんんどなんですよねで。言われてもできなかったりするんですよ。だからそういう時にいろいろと歩みが遅くなっていって結局ダメになってしまうと。しかもそういったことを繰り返すからどうせ自分には無理っていうふうな固定概念ができてしまうんですよね。うんまあ、だからそこをどう突破できるかなんですけども、うん、やっぱり貪欲に貪欲に自分の人生は1回しかないってことに気づくしかないのかなと思います。まあ、自分のの人生1回しかないのに、でも、 明日でいいやバカ野郎みたいなね言葉がありますけども、うん、取り返しがつかないそんなまんま40代50代になってしまったらもうね頑張る気力すら与えられてこないってことにもなりますし誰もチャンスをくれないってことになったり自分がいくら呼びかけても誰も応えてくれないっていうね状況もできますんでそこはもう用心用心なのかなと思うんですよね、はい、まあ YouTube 活動に限らずなんですけども一番最初にモチベーションが高いわけですからその時にねやっぱり折れてしまううだと先も暗いんでね だから自分を自分自身で盛り立てていくそんなマインドコントロールを自分に対してねセルフコントロールをかけていけるようにするのがまあ本当に大事なんだろうなと思います、まあ、そういったのはね幼い頃に培っていればいいんですけどもやっぱ中年以降になってくると自分で自分のことをね励ますことがものすごく難しくなってしまうのかなと思いますだからこそそこに意識して戦っていかなくてはいけないのかなと結局は克服したことでしか自分の人生は 使えませんからね。うん、忍ともかんともでございます。以上です。